長、はいよ、青森県のむつ市に行ったって聞いたんですけど、うんうん、はい、何しに行ったんですか？何しに恐れ山に行ってきました。日本三大霊山。参考？なわけない。やってないから。やってないんですよ。入山できないから。あ、そうなんですね。そうそうそう。菊池組さんっていう、うん、本州最北端のパッシブハウスを建てた会社さんがあって、うん、そのパッシブハウスを見に、体験しに行ってきました。どうでした？いやー、もうすごいね。いや、もうすごいとしか言いようがない。もう規格外。え、電気が通って。電気通ってる通ってる。うん、オフグリッドとかではないんだけど、うん、聞いた話だと今年に入ってから5日しか暖房してない。まあ暖房つっても工務店さんなんで、廃材を薪ストーブで1回燃やすくらい。なので薪を別に買うこともないし、仕事で出た廃材を本当に1回薪ストーブで燃やすだけっていう暖房を今年に入って5日だけって言ってた。でも、多分今年は、あともう薪ストーブつけなくてもいいと思うから、もう薪ストーブの掃除しようかなと思って言ってた。家の中がそれだけ暖かい。暖かい。で、自分たち行った時に、前の見学者の方々もいて、その方々が3人。で、うちら3人。で、菊池さん1人。で、7人いたら家の温度上がって、人のその人体発熱だけで家の中が上がって、外、その日は午後から雪降ってきたりしたんだけど、窓開けした。暑すぎて、うん。で、温度が下がらないっていうのは、なんとなくイメージできるんだけど、湿度が、加湿器なしでも、もう、なんだろう、こう、汗ばむ感じの湿度があって、それは、まあ、換気、24時間換気だったり、あとは、まあ、お風呂に換気扇つけてないとか、あとは、キッチンの換気扇が外に排気しないで中で循環させる換気扇っていうのがあって、そういうので出た湿度を極力外に捨てないっていう話だったんだけど、それでこんなに湿度もキープできるのかっていうくらい、いやー衝撃的だったね。うん、もうそれを経験しに行ってきました。それだけ断熱と気密が、断熱もすごい、気密もすごい、うん、でやっぱり、うん、もろもろが熱狂とかの考え方も自分たちよりももうずっと上行ってるし、まあ、24時間換気とかそういったところに関してもやっぱりパッシブハウスってなると、うんうん、レベルがちょっと1段2段違うなっていう感じでした。目指すところねえ、だってむつ市は大仙市よりもさらに寒いところ、うんうん、年間でマイナス10度になる日は結構あるって言ったけど、うん、下手したら同じ家秋田に持ってきたら、で4人暮らしとかしてたら下手すらもう本当に無暖房でも生活できるんじゃないかなっていうくらい、うん、まあ家の中に人が絶えずいるっていう条件とか、まあ、もろもろの要素があるんだけど、うん、でもまあ夢ではないなっていう感じでした。すごい、本当すごい。建てた建てた。いや、パッシブハウス建てるっていうのは、うん、うちの会社っていうか、まあ自分の一つの目標ではあるんだけど、やっぱり、うん、普段建ててる家よりも3倍くらい断熱しないといけない部分があったりとかして、うん、で、まあいろいろと制約が大きいので、うん、なかなかそこまで目指してくれるお客さんっていうのは、うんうん、難しいんだけど、でも、なんていうの、秋田県でも、うちよりもすごく性能がいいっていう数字を出してる会社さんがいたとしても、その家をじゃあ現実的な金額で建てれるかっていうと、なかなか難しいと思うのね。だからそれを考えたときに、やっぱりそのパシブハウスってなれば、なかなか建築費用、そのコスト考えたりすると難しいという部分はあるけれども、でも、ね、ちょっと余裕ある人が建てたいなって興味を示して相談してくれれば、全然そのパッシブハウスを建てるためのノウハウとか、うん、そういったのは多分秋田県の中ではうちはまあまあ持ってる方なので、うんうん、挑戦してみたいなっていう気持ちはあります。じゃあ興味のある方は。興味ないですか？あ、うちもだって何よ、だって何興味あるでしょ。ですね、まあ、じゃあちょっと旦那さんも説得したい。そうですね、はい、いやまあ冗談抜きにしても興味がある人がいたら、うん、相談してもらえれば、はい、現実的じゃない金額っていう、うんうん、それは他のメーカーの他の高性能な家の話をしたけど、一回うちの建売りで、うん、シミュレーションした時があって、
うちの建て売りが、まあ今建てるとすると2500万くらいで建つと思うんだけど、プラス500万くらい断熱強化したり24時間換気を交換すればできそうっていう、それはあのパッシブハウスジャパンの東北支部会っていう勉強会で、あのパッシブハウスを設計できる人に、まあそれこそね、菊池組の菊池さんとかと一緒にやって、うちの建て売りをいろいろいじってやってみたんだけど、まあまあ500万くらいプラスすれば、3000万くらいの家であれば、あんまりなんかその、仕様とかそういうのに、なんていうか、設備とかにこだわらなければ、十分現実的な金額で出せるかなと思います。ぜひぜひ、はい、誰か挑戦者を求める。あ、じゃあ、電話なり。電話なり。メールなり。DM なり。ください。っていう感じで。はい。お願いします。待ってます。はい。